渡るです。渡るくんの持ち込み企画ということで、焼肉食べながらその場にふさわしくない質問コーナー、かっこ答えたくない系の質問チョイス編。はい、今日準備しました。渡るくんが LINE アカウントに視聴者さんから個別で LINE 来たんでしょ。僕ありがたいことに、まあ、数多くご登録いただいてて、この中で質問をめちゃくちゃいただく。本来その中 LINE 動画でそれをやろうかなと思ったんだけど、今日せっかくの機会なのでこちらでちょっと答えづらいけど頑張って答えようみたいな質問を持ってきました。それを焼肉食べながら話そうか、おいしいお肉を食べながらどぎつい質問に答えるっていう回です。すごい真面目な質問もいただきつつ、直球のこうどぎついやつももらってるんで、乾杯しよう。乾杯しよっか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本本行こうか。はい、じゃあ一つ目、カノンさんに捧げたい曲って何ですか。で、これは確かに女性の方から来てます。お、何ですか。じゃあ捧げたいというか、まあ、一緒に歌いたいなっていうのが一つあって、捧げたいというか一緒に歌いたいというのはやっぱ東方神起。お、来た。俺たちと渡る時代の男同士の絆時代の歌だよな。そうね。な、渡る君がね、久しぶりに。あ、懐かしい。やばい、胸キュン。結果、捧げたいというかは、一緒に歌えた曲はやっぱ W かな。あれ一緒に大学時代歌ってるんで、泣きながら肩組んで歌ったよね。あれ本当にね、名曲なんで、ぜひ聴いてください。絶対に抱かれたくないイメージ何何何、これは絶対に抱かれたくないイメージ誰ですか。生理的もう無理って話でしょ。思いついてる。もう思いついてる。ちょっと先って。え、小田裕二さん。え、失礼じゃない。え、なんかさ、抱くときさ、お前のことが好きだこれあれでしょ、モノマネして芸人さんの方だ。なんかそれにすごい私は印象と引っ張られてるから。絶対に抱かれたくないのはクロちゃん。あ、男。そうか、女性か。ちょっと待って、渡るってもしかしてさ、ボケツ掘った。どういうこと。ボケツ掘った。あれかな、ミリアンレトリーバー。次いきます。はい、これね。なになになに、めちゃくちゃ面白い。さっきちょっと見たけど順番覚えてないわ。3番、 AV で渡るさん見ましたが出演してましたか。これさ、このまま言ったけどさ、これ本当なの。これね、2人ぐらい来てる。渡るさん見ました。見たことあるの。出たことないです。1回カットするっていうつもりでちょっと私だけに教えて。本当。いや、ためなくていい。ためなくていい。本当。出てるわけないじゃん。だって煙を立たないところにはさ、煙が立つ。逆だね。何、もう言えてるんだよ、分かってるじゃん。煙が立たないところには分かんない。煙と火が立つところにはえ、なになに、ちょっとごめん。本当に私、海底牢獄にさ、ずっと閉じ込められてたから。疑いの目がかけられてるってことはもしかしたら黒ってことよ。次行く。出てないってことね。あ、そっか、出てないです。次行くってちょっとごまかさないで。出てるわけないじゃん。むしろさ、似てる人の写真欲しいよね。提供してほしい。提供してもらったら出しとこう。もしこの動画でかつ LINE 登録いただいてる方、送ってください。スクショして送ってください、はい、これね、すごい可愛い、いい感じ。いつまで、純粋な恋愛をしてましたか。純粋って多分人それぞれなんだけど、多分こう嫉妬したりとか、なんか一緒に食べたいとか。それ私から言っていい。純粋な恋愛してるってことでしょ。ちょ、なになになに、やめてやめて。え、こういう感じで。でも本当に純粋な恋愛してたのは多分23、子供だったなみたいな、すごい嫉妬したりとかして、うん、でも渡辺君といる時はなんかね、やっぱちょっと大人になったんだよね。仕事だから仕方ないのよねみたいな。これ多分中学3年生の初恋かな。はい、でその時に、はい、まあ付き合った人とか、まあ、高校生ぐらいまでじゃないかな。本当に純粋にこうなんか手つないで緊張したりとか、誰かに2人でいるところを見られたくないからちょっとそわそわするとか、一旦さ、もぐもぐタイム入る。あと1個だけ、これダメだな。一応いとこ、一応いとこ。5番ね、お互いの性器を見た際に発した一言。どこ選んでるんだよ、渡るくんね。いや、しょうがないじゃん、なんかもうランダムでピックアップしたんですよ。一言だから、えっとか、白い。ごめん、間違えた。まだまだまだ。じゃあ、はい。あー、なるほどね。あ、この手術で変わってて、みたいな。すげえみたいな。あー、それもあるし。でも変わんないでしょ。あ、待ってよ、ね、ちょっと不安になるから。変わんないか。変わんない。渡るくんはあれでは、シラウオみたいな。私はそういうリアルなワード言いたくないの。健全なんで。渡るくん、ごめんなさい、先に食べちゃって。はい。ゆっくりです。やりすぎた。いただきます。どう美味しい。コクがある。ありそう。卵黄のコクがそのお肉のその弾力とうまくマッチして、生肉なのになんかすごい口の中に入れた瞬間にシュワーって広がるの、この卵黄のおかげで。でそこにたまに入ってくる白髪ネギとキュウリのシャキシャキ食感、これはもうまさに玉手箱。めちゃくちゃうまい。ここはね、ユッキーが
新鮮だから、合法的に生で提供していいですよっていう、ちゃんと審査が通ってるユッケも衛生管理上、衛生管理上だ。ここのユッケは本当に新鮮なの。いきますか、はい、ユッケを食べたところで、いやダメだこれ。え、なになになに、クバンがカノンさんを、ね、おかずにしますか。これどういうことかな、スーパーで売ってるあれと一緒かな。ぶっちゃけ、あれでもこれ追求するのは私意地悪 しません。こういうなんかおかずにするためのその行為自体はしないんだよ。よく言った。あの、ケンさん、ワタル君がこういうことしないって言ったら宣言したんで、皆さん、こちらが世界のワタルです。ワタルはあの健全だそうです。高橋がめちゃくちゃ美味しいですね、ユッケ。そうですか。本当めちゃくちゃ美味しいです、これデザートみたい。ああ、そうですか。ワタル君の映えコーナーです。ワタル君のじゃないでしょ。熱いね、これ美味しそう。すぐ焼けちゃう感じかな。あ、任せてください。次の質問はこのお肉食べた後にしましょう。視聴者さんも待ってくれるから。お肉をいただきます。いただきます。はい、これ何を買ってるんですか。岩塩で。これわさびだ。いただきます。いただきます。次は嫉妬系。カノンさんが黒人としてたらなんて言いますか。どういうこと、もう一回言って。カノンさんが黒人としてたらなんて言いますか。黒人も何も関係ないとね。ここじゃないでしょ。黒人ってとっても技出してるからさ、なんて言いますかっていうか、要はその浮気してるかどうか。そうでしょ、そうそう。何してんの、どうしたのって聞くか。何かあったのみたいな。なぜそうなったかって経緯を聞きます。あ、怒らないんだ。怒らないんだ。一旦事実を確認するためにまず話を聞く。さすが大人だよね。だって起きちゃったことしょうがなくない。だからなんでそうなったかって、そうさせないためにどうするかっていうのを考えたいな。あれくんの飯テロタイム。どうぞ。怖いね、綺麗すぎだ。貝の身、ハラミ、ミスジで。はい、ワタル君。これハラミ。うん。尾崎牛のハラミ。見てください。高いのこれ。何で食べたのがおすすめですか。これはタレにまずつけて、はい、で上にちょこんと柚子胡椒をつけてください。一口で一気に食べてください。いただきます。おいしい。これが貝の身です。でこれ食べたら次行きましょうか。これは赤身肉です。焼肉は食べて翌日に痩せる。これは何で食べるの。わさび。これも同じかな。さっぱりしてる。さっぱりしてるでしょ。きますか。はい、次の質問お願いします。8番、就職失敗し続けてどうしたらいいですか。それに対して失敗し続けてるってことは、多分選考に落ち続けてきて内定が取れない、これをどうしたらいいのか。これね、結構ね、事実を語ると、はい、僕もなんか大手企業で内定もらったとか全くないので、本当に中小企業で内定を取って社会人のキャリアをスタートし始めたっていうのもあるので、まず企業の看板っていうのにあんま左右されない方がいいかな。最初本当に入り口って、まあ自分がやりたいことと大きく方向がずれてなければいいかなって思ってて、この会社で本当何したいか改めて仕事をし始めてから開けてみて分かることがすごく多いから、まずはある程度大枠ずれてない会社であればいいかなって勝手に思ってて、僕もあの就職活動に関しては多分30から40社ぐらい受けて泣いてもらったのが3社4社ぐらい。最初面接も全くうまくいかなかったんですけど、数こなして採用担当者って何聞きたいんかなみたいなのもだんだんこうノートにまた今日もらった質問みたいなまとめて友達とかに共有して継続。なるほど、頑張れ。バイマスターお願いします。これが座布団の肉寿司。あーすごい、これそのまま食べるらしいよ。食べましょう。タレ君2つ食べたいんじゃん。これこのままこのまま食べて、もうバカって、バカネギ。はい、こちらが焼きすき。焼きすき。まずじゃこれ食べたら最終章質問行こうか。今の前狙ってたの。狙ってた。え、もうですか。もうです。お、今も狙ったの。狙っております。すごい。はい、一口でいけ。はい、すごい。一番前。やばい、これは美味しいがすぎます。美味しいですね。じゃあ最終章に行きますか。ラスト2つです。2つ
はい、9番目、あとどのくらいカノンさんと一回ですか。それさ、なんかあれじゃない、別れる前提じゃん。ここですか。いや別に渡るくんのこと狙ってる視聴者さん、だって渡るくんに個人ライン送るわけじゃん。いや違うと思うよ。じゃあ渡るくんから。期限はないですよ。同じかもしれない。それは後ろを決めてそもそも最初始めてないんで。そうですよね。っていう回答で終わりだね。そうだね。じゃあ次ラスト、10個目、最後、いくらもらったらカノンさんと離れられますか。それさ、なんか渡るくんをさ略奪しようとしない。いくらもらったら離れられますか。本当に払っちゃうかも、渡るくんがそう言ってたら。でも渡るくんだけの質問だよこれ。1週間の時間もらっていいですか。ちょっと勘弁してくださいよ。本当、私正直渡るくんがいなくなったら結構困るかもしれない。リアルに言葉ではなくても理解してくれる人ってあんまりいないじゃん。それじゃないっていう結論になっちゃうけど。じゃあ渡るくんいくらもらったら一週間近い。1億。ああ、いいな。1億でも高いよね。そんなに私のことに価値あると思ってくれる。お金で測るってそもそもしたことないから。そうです。とりあえずいくらとかそういうのないっすね。まあ、期限もしかり、値段もしかり。じゃあ俺のことどのくらいいいですか。なんでちょっとバカ。ほらまだめんどくさいことに話を発展させる。どんぐらいくないんじゃなくて、もういっぱいない好きだから。宇宙の広さ程度。ちょっとさ、ちょうどいい回答出せないの。あ、じゃあ栃木県のサイズで。全然、あ、でも大きいわ。はい、ということで、今回、渡るくんチョイスで、答えたくないけど、答えちゃいますか的な。あ、ちょっと、きついけど、もう焼肉美味しいから頑張れた、みたいな。そうですね、渡るくんと一緒に喋っていったんですけども、いかがだったでしょうか。少しでも楽しいと思ってくださった方、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、TikTok、公式 LINE アカウントと、渡るくんのも LINE アカウントありますので、そちらもぜひチェックしてください。動画投稿してますので。はい。また、次の動画で、お会いしましょう。この後、この焼肉の台で、椎茸頭に行きますので。やってないよ。